平音パートを受け持つ。1964年、アトランティックレコードに移籍し、翌年には、アルバム、ホールドオンが、大ヒット。タイトル曲もシングルヒットし、R&B チャートの1位を記録。67年にはソウル漫画、ポップに R&B で1位、ポップ年間チャート20位の大ヒットとなった。何枚かのレコードが、ゴールドディスクを獲得した。 だがサムとデーブは不仲で解散は早かった。グラミー賞や92年にはロックの殿堂入りを果たした。サムムーアはローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第85位にランクインしている。1988年4月9日にデーブ・プレーターが交通事故で死去した。サムムーアは ドナルド・トランプの就任イベントに参加したことで一部の音楽ファンから批判された。ありがとうございます。